はい、本日もすでにもう1キャッチしました。はい、というわけで、ポイント P にやってまいりました。今ですね、ここから3頭以内に GT が出るという前提で動画を撮っております。皆さん頑張ってください。今日は真面目さんチャーターです。斉藤さんがこれ釣ります。ポイント P です。水深が、今日はですね、水深が上がる手前ではあまり反応が出ないので、おそらく流れ的に言っても壁際に魚が全部集まっているのではないかという状況です。ああ、この他の条件を踏まえてもここの活性はかなり高いと思うんですよね。結構広く使っていいですからね、ポイントは。ここ大場所なんで。斉藤さんチャンス。2人が絡まってます。ああ、やっぱ反応ありますね、壁際。壁は反応あり。扇形に投げるのでもいいんですけど、あの飛ばないぐらい扇形に投げちゃうともったいないですから、ルアー飛ばした方がいいですから。飛ぶ範囲で、風に乗せる範囲で扇形に狙ってください。距離が出なくなるとやっぱ極端に食わなくなるんで。GT、 宮古島の GT はもう飛距離イコールなんで。さあ来い。まあ、一応今最初の流しは若干深めのラインから入っていってるんで、どこが一番すごいかはチェックしながら。まあ一発目の流しか二発目の流しのどっちかが爆発してくれたらなっていう流し方してます。水深は今もう 20m 台ですね。一応棚のてっぺんにはまだ来てないけど、棚の上に乗っかってます。で、一応ここから徐々に水深上がってって、一番浅いところで 14m まで上がるんで、そこまで駆け上がりです。この途中でももちろん出ますからね。これ流してる最中に解説してるのをそのまま録音して動画で出すのも面白いかもしれないですね。これちょっとアップしてみよう、後で。あとは魚が出る瞬間まで撮れたら最高なんだけど。まあ、一昨日までの南東の風のうねりが結構やっぱ強いまんまですね。この波の向こう側で水しぶき上がんないですかね、ドカーンってね。さあ、今もうリーフのこの棚の上に乗っかった瞬間、船流れるスピード3ノットになっちゃいました。3ノットです、3ノット。上は早いですね、昨日より全然やっぱ潮早いですね。ただ若干映りが弱いから、もしかしたらまだちょっと時間的に早すぎるのかもしれないですけどね。緩み始めではあるんですけどね。絶好調に流れてる時間帯はほんと魚は泳げなくなっちゃうんで、多分 GT とか磯マグロは泳げるんですけど、ベイトが泳げなくなっちゃうんですね。っていうぐらい早く流れるんで、ここまあそうなると意外とあの波が立ってるあの辺りの裏側ですかね、にへばりついてるベイトを食ってる魚も結構いたりする。ただ裏側もはね、ちょっと昨日も言いましたけど、ピンポイントでベイト当てるのが若干難しいですね。その日の流れによってどこにつくかベイトがまちまちになっちゃうんで、裏側をぴったり当てるのはちょっと難しい。今投げてるあたりが一番浅いです。で、その裏側から急にまたドーンと一気に 70m 回帰まで落ちるんで、そんなイメージですね。ここから潮が乱れるから、こうやって波が立つんですよね。下に落っこちていく潮と上でもうぐるぐる回っちゃう潮が混ざるんで、こうやって急に波が立つんですよ。
なんか裏側はなぜかカジキが多いですよ。バショウカジキこういうとこにいますね、大体。あんまり表でカジキやってないんだよね。ああ、でもやっぱこの辺りすごい反応あるな。急に裏側に来て反応が出始めた。裏側パターンかな。潮が1ノットぐらい急に落ちましたからね、流れが。うわー、めっちゃいるな、ここ。よし、もうそこにいる、そこにいる、そこにいる。よし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 、オッケーオッケーオッケー。ガジキ、出口さん、竿を曲げずにまっすぐにした方がいい。その方がフッキングするんで。そうでね、ちょっとね、自分の側に手前引くようにグイグイってやって、グイグイって、こうやってこうやって、じゃあ竿を曲げない、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 糸をまっすぐにするの。そう、それで OKOKOK、 それでもう乗った乗った、 OKOK、 乗ったよ乗ったよ。ドラグね、ちょっとドラグちょっと緩めてもいいっすよ、緩めても。あのね、疲れさせたいから。オッケーオッケー、もう長期戦。あ、立てない方がいい、立てない、まだ立てないで。気づいたよ、気づいたよ。言ったら来た。前行こう、前行こう、前行こう、ゆっくりだ。テンション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 、足、足元見ながら行ってくださいね、足元見ながらね。オッケーオッケー、ゆっくりでいいから、ゆっくりでいいから、寄せようと思わなくていいですよ、まだね。画面曇ってるな。バショウカジキですから、これ。テンション抜かないようにだけ注意してくださいね。魚が跳ねるとね、どうしてもテンション抜けちゃうんで。マジで。マジで。です、意外とね、魚のテンションかけづらい魚なんで、きつくなければ脇の方がテンションは抜きにくいですけどね。まあその状態でもいいけど、魚がまだ潮に向かって走ってる時点で船結構寄ってくるんですよ、これ。あの、三好に行っていいですからね。おお、すごい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 、すげえな、かっこいいね。ママビッグファイト、ママビッグファイト、まあフッキングも決まったからもうバレないっす。あとは自分の体力考えながら力抜くとこは抜いていきましょうね。早く上げてくれるみたいな。すごいすごい要望が来た。ノンストップジャークで俺のにずっとついてきたカジキを出口に投げました。潮がね、早いだけなんですよ、出口さん。で、意外と魚泳いでないんで、潮に乗っかってる魚が重いんですよ、今。めっちゃ潮早いんで、今こう。いやー、ほんと言ってたらカジキ来ちゃったよね。全然まだ元気ですから、魚。ゆっくり行きましょうね、ゆっくりね。でかいよ、しかもこれ。あったね、はい、うん、でかいでかいです。あ、でも先多分上がってきたら、うん、こんなにでかいのとかでかいですよ、うん。多分想像してるよりでかいです、これ。
もう今日の試合は諦めた。ゆうしくん、ゆっくりやっていいよ。社長の許可おりましたよ。しかも俺が寄せてきた魚っていうのがもう釣ってくださいよ。多分出口さんね、もともと前世は宮古島の人なんですよ。しかしなぁ。しかも多分出口さんだけ場所を火事にどこにいるか見えてなかったですから。俺も見えてなかった。ああ、そうなの。あっちにチェイスしてきてるのが分かって、あっち行ったらあんなと思ったらかっこ。でもあんな寄ってきても食うんですね。場所は食いますね、普通に。あのルアー浮かべとくだけでも食いますよ。割とすごい、あのハングリーな魚なので。まあ、もうジャンプしなくなってる時点で結構ね、バテてきてるんですよね。最終的にはちょっと後ろ行くかもしれないです、ポジション。まだとりあえず前でいいですね。かっこいいっす。場所はかっこいいっすね。いや、まだいいっす、まだいいっす、まだいいっす。まだ見落ちで OK。頑張れ頑張れ。やっぱ魚を使わせて、ちょっとね、やっぱ一回横にしたいんですよね。縦になってると取り込みができないから。で、ちょっと武井さん、あの、はい、申し訳ないですけど、一緒に抱っこしてもらっていいですか。うんうん、はいはい。一人じゃ抱っこできないんで。潜り始めたな、今度。まだ全然終わってないな。こっからジャンプする可能性あるんで。見えた見えた見えた。よしよし。怖いっすよね。まあ今魚動かないもんね、今もう。デキさん、しんどいかもしれないけど、魚ほぼほぼ浮いてきたら脇に戻してくださいね。暴れた時に外れちゃうんで、脇にしないと。立ててるとね、バレやすいですよ、やっぱ。下に潜ろうとするな、こいつ。ちょっとしんどいね、これ。真下はしんどい。今頑張りすぎだよ。はいよ、頑張ってくださいよ。じゃあレイさん、後ろ行こうかな。ゆっくり行きましょう、はい、リーダー見えてきたから。これ緩めた瞬間また走るかもしれない、気をつけてね。そのまま後ろ行きましょう。そうそう、気をつけて。斉藤さん、ちょっとお願いしていいですか。そのまま撮って、今撮り続けてる状態なんで。終了でもいいから頑張ってください。ゆみ、ね、さん、終了でもいいから。そうだね、お前終了でいいわ。マジかー、これ相当でかいぞ。やばい、腰が痛い。巻いた方がいいのか。すごいなぁ。
見えた見えた。でけえ。マジか。でけえな。でけえな、確かに。怖え。これどうやって撮るんだこれ。頭にかかってる。全然横向かないよね。頭にかかってる。空気吸わせないけどな。頑張れ、もうちょい頑張れ。浮かしきらないとね、どうしても魚がバテない。浮かしきらないと空気を吸わさないように無理してる。今負けてきまこう。かっこいい。おめでとうございます。オッケー、オッケー。じゃあね、そのままリリース。せーの。戻ったけ、守らせる。あ、オッケー、イエーイ。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。よかったよかった。武田、すいません、暴言入って。いや、全然。俺が思って。